チャイコフスキーと本作の検定を受けたアナトーリー、ブランドコフ、基礎的商品作品62は、ビオトル・チャイコフスキーが1887年の8月に1週間で、書き上げたチェロと還元学のための作品。表題とは裏腹に、本作の調整は、公共曲第6番と同じものウイロ単調である。気楽という意味で、基礎的であるわけではなく、 チャイコフスキーが単純な主題を様々な角度から基礎を凝らして扱ったという意味合いの名称である。急速なパッセージや蝶々への転調があるにもかかわらず、チャイコフスキーは基本となる律動と落ち着いた雰囲気で楽曲を貫いた。曲の平成さはチャイコフスキーが友人のニコライ・コンドラーチェフに悩まされた結果である。コンドラーチェフは梅毒末期の苦悶の中にいた。 彼の家族はやや感慨したところで彼をドイツのアーヘンに連れて行き、同地のミネラルウォーターが彼の命を少なくとも数ヶ月流れてくれることを願った。しかし、反対にコンドラーチェフの病状は悪化していった。加えて彼は非常に気まぐれで感触持ち、加えて要求の多い患者となっており、これがすでに極度に打ち気であったチャイコフスキーの気力を奪った。 友人たちに会うためのパリへの旅は、ちょっとした骨休みとなったが、その友人の中に、チェリストのアナトーリー・ブランドコーフがいた。これらの苦しみのすべてはチャイコフスキーが作曲していた、音楽へも注ぎ込まれた。彼は8月25日にブランドコーフへ当ててこう、書き送っている。ちょっとしたジェロの作品を書きましたので、目を通して、ジェロパートの仕上げをしていただければと思います。 二日後にピアノ譜作りに着手し、8月31日にはオーケストレーションを開始している。初演はピアノ伴奏の形で、チャイコフスキーがパリ訪問中の1888年2月28日に MP ベナルダキーの自宅で行われた。チェロはブランドコーフ、ピアノは作曲者自身が演奏した。 管弦楽伴奏版の初演は1889年11月25日、モスクワでロシア音楽協会の特別演奏会において行われた。チェロはブランドコーフ、タクトを握ったのは作曲者であった。楽譜は1888年にユルゲンソンから出版された。オーケストラパートフが1月、ピアノ伴奏譜が3月の観光であった。 創婦の出版は遅れることとなったが、これはチャイコフスキーが主公婦を携えたまま国外へ出ており、1888年5月6日になるまでユルゲンソンへ返さなかったことが原因である。創婦の初版が世に出たのは同年7月となった。曲はブランド公婦へと検定された。約7分。独創チェロ、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4。 ティンパニ、弦五部。アンダンテコンモート、ロタンチョウ、に、四拍子。独奏チェロがホルテッシモで助走を引き始める。これが静まると、独奏チェロによる主題が提示される。フレイ一三連符による倉庫をところどころに織り込みながら進行する。中間部は軽快なフレイ二が支配する。フレイにやがて物ういフレイ一が回帰して歌われてゆく。 最後に再び32分音符の急速な動きとなり、次第にクレッシェンドして、競争で結ばれる。ありがとうございます。